広島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介していきます。本日は番外編としてアクセサリーではなくて、ラッピング方法について、簡単な方法をお伝えしたいと思います。本日使うのはこちらです。はい、自宅に多分あると思うんですけど、紙コップを利用して、ラッピング方法をお伝えしたいと思います。では早速どうぞ。では早速始めていきたいと思います。まず用意するのが紙コップです。でこの一番上に口のところですね、ここの分厚いところを切りたいと思いますので、ちょっとハサミを入れて、でこの上の分厚いところだけをカットしていきます。ちょっと工作みたいですけど、最近可愛い紙コップも100円ショップとかで売ってるので、いいなと思うものを使ってください。で、ここちょうど、ボーダーが入ってるんですけど、この白いこのラインまで上からだいたい約3センチぐらいですね、それを切っていきます。こう縦に、はい、で次はこの間を1センチぐらいにして縦3センチに切り込みをこんな感じで入れてください。ちょうどボーダーがあるのですごい分かりやすいんですけど、まあない場合はちょっとうっすら線を引くなり、マスキングテープでちょっと印をつけるなり、ちょっと工夫して縦3センチ横1センチの間隔ぐらいでだいたいこうカットしていってください。でちょっと合わなくなったりすると思うんですけど、まあ、うまく調整してください。でこんな感じで今切れてる状態です。これを内側に折ります。こんな感じですね。はい、よ、これだと多分ちっちゃなお子様でもママと一緒にやると簡単にできるんじゃないかと思うので、はい、やってみてください。はい、もうこういう感じですね。ちょっと高さがこんな感じです。でこれをまあ一旦全部開けて、中に何か入れるときですね、結構深さもあるので立体的なものも入ると思うんですけど、まあ、こういうふさふさしたものとかをくるくるっと丸めて中にこんな感じで入れ込みます。で今回ちょっと前レチェに来てくださったお客様がプレゼントしてくれたブレスレットがあるんですけど、これをこの中に、はい、入れてみます。こんな感じですね。プレゼントって見えるラッピングも透明なフィルムで、ラッピングするのもありかと思うんですけど、開ける時の楽しさが、ね、こう開けた時にわーっていう感動がちょっと嬉しいかなと思うので、あえて見えないラッピングでご紹介したいと思います。でこの蓋でこう中をこうパタ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 と閉じてもらうと中に、はい、入ります。そしてちょっと簡単にですね、この留めをマスキングテープで、まあ、何でもシールでもいいんですけど留めておきます。こんな感じで縦に留めてますね。で次用意するのが、リボンになります。今回紫色のラベンダーのシフォンのリボンを用意してます。これを上から重ねます。でその時に今マスキングテープ留めたような縦方向に留めておきます。でリボンが動くのでここで反対側にこう十字になるようにバッテンで留めてください。はい、であとこのマスキングテープ見えなくなりますの でひっくり返してリボンを裏で交差します。いいよ、こんな感じですね。はい、で交差したら今度またひっくり返してここで肩結びを1回してリボンで結びます。でここ難しい時はもうマスキングテープとかで留めてください。その方が簡単にできると思うので、よ、でここで蝶々結びをします。はい、でいらないリボンをカットします。はい、こんな感じでとっても簡単にラッピングができました。同じようにちょっと違う赤いリボンとかでしてリボンを長くしてちょっとゴージャスにしてみました。はい、立体的なハンドメイドとかプレゼントするときにお家にある紙コップを使ってもとっても可愛いラッピングができると思うので、ぜひ参考にしてみてください。
今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましてもこんなの入れてほしいとか、まあ、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。